月額920円でスターダムが見放題。公式動画配信サービススターダムワールド、試合はもちろんオリジナルコンテンツも盛りだくさん。スターダムワールドで検索。ああ34分33秒、勝者首里。ただいまの試合36分33秒、首里選手の勝利でございます。勝利いたしました首里選手には、まずロッシー小川エグゼクティブプロデューサーよりチャンピオンベルト、 SWA ワールドスターダム日本のベルトが授与されます。続きまして勝者トロフィーでございますが、ミスマガジン2021並びにミスヤングマガジン受賞、山岡みやびさんより贈呈されます。SWA 世界並びにワールドオブスターダム2冠チャンピオンとなりました首里選手に今一度大きな拍手をお願いいたします。最初に伝えさせてください。天国のママベルト取ったよ。そして林下二美、あなたは私にとって最高のライバルです。通算100分もの死闘、私たちにしかできない誇り
りだと思ってます。本当にありがとうございます。やっとスターダム最高峰の赤いベルトをつかむことができました。私はプロレス14年目になります。たった一度の人生、後悔なく生きる、その言葉を胸に来年輝いていきたいと思います。キックボクシング、総合格闘技、プロレス、3つを極めた私が作り出す主世界が2022年始まります。これからも来年もスターダムをよろしくお願いします。それでは皆さん、みんなサラマポ、良いお年を。SWA 世界並びにワールドオブスターダム2冠チャンピオン、シューリ
やっと、やっとやっとスターダム最高峰の赤いベルトをつかみ取ることができました。そして SWA も守り抜きました。でもここが終わりではありません。ここが私のスタートです。キックボクシング、総合格闘技、そしてプロレスを極めたパーフェクトな私が作り出す主世界、2022年から始まります。私のこの経験すべてをスターダムに注ぎ盛り上げていきたいと思います。私はスターダムを背負って立つ人間として覚悟を持って来年最高に盛り上げ、そして首里の年にしてみせます。女子プロレススターダム公式チャンネル、最新の試合映像から記者会見、生配信、バラエティ企画まで、キラキラ輝くスターダムの今がてんこ盛り。今すぐ登録。